紹介しよう。本日デビューするピュリティなのよ。ヘイミュよかったね、ヘイ。さすが社長、ピュリティにピーネーションのラストを任せることで彼女たちに足りなかったものを教えたんですね。それだけじゃないわ。この圧倒的なインパクトでパンフレットの売り上げが。姉さん、また根気が。
笑いません。
勝負だぞ。登場だよ。いや、レシシーマイ。ミシル社長、ヘイ、集中してますね。ええ、今まで抑え込んでいた気持ちを解放するとき、一番の力を発揮できるのよ。ステージの上ってこんなに自由で素敵なところだったんだ。この先にグレートフルシンフォニアだ。ゴールデンスターイルーション、キラキラ、すごい、これがヘインの全力のジャンプ。初めてジャンプが飛べた時、すごく嬉しくて、テギョンのジャンプはぶっ飛んでるねってみんなに言われたけど、すっごくセレブリティーな気分だった。そうだよね、あの時のチェギョン、すっごくハートシャッフルしてたよ。ハートに嘘はつけない。ここがチェギョンセレブリティーな気持ちにさせてくれる場所。
この子たちの成長ぶりに驚かされる時があるの。きっと私やそなたの時代よりも進化したプリズムショーを見せてくれるわ。それが良き進化であればね。良き進化？京子はこれからあの子たちをどう導くつもり？導くなんて、あの子たちは自分の力で成長していけるわ。そんな甘いことを言っていられるのは今だけよ。お父様。